さあ、ナイス。うまい。すごい嬉しいなって思って。さあ、泣きの3ホール対決。はい、行きましょう。いやガチンコ対決ね、うん、なんと檜山さんがフォーナップで勝ちでしたので、はい、残り3ホールが、はい、泣きの3ホールでありますけども、はいはい、同じ青フロントでよろしいですか。行きましょう、行きましょう。じゃあこちらで、はい、これで勝ったら私が西村ゆなちゃん、はい、ゆなちゃん、ゆなちゃんはあの、うん、ゆなちゃんはまだ勝手にこっちが言ってるだけで、今海外行って忙しいからね、彼女は。間違いない。そう、もうこっち帰ってきても忙しいかもしれないから、ゆなちゃんがダメでも、まあ、他のその女子プロゴルファーね、僕友達いっぱいいるんで、はい、ちょっとお願いして、ちょっとまあ、ちょっとレッスンしてもらいながら、ね、ランドしたいです。はい、423ヤードミドルホールなんですけど、これまっすぐ行くとね260ぐらいね突き抜けちゃうんですよ、ドライバー。ふんふん。ちょっと軽く右ドッグなんでフェードかけないとダメなんですよね。フェード狙い、はい、もうせっかくなんでね、やっぱりいろんなことをちょっとちょっと待ってくださいよ、試そうとしてるじゃないですか。いやいや、そんなことないですよ。勝負よりももう、いや、そんなことないですよ。ちゃんともう、はい、今ね、フェードボールもドローも使い分けてますもんね。はい、まあでももし何かあっても多分ね、あのゴルフ場の神様が確かに今日微笑んでるんだよな。そうです、そうなんです。行きますよ。さあ、泣きの3ホール勝負、1ホール目。よし、行きます。ちょっと行き過ぎた。ちょっと早いかも。でも大丈夫っぽいけどね。ほら、音鳴ってない。抜けてる気がしますね。大丈夫やね。はい。今のは大丈夫だと思いますよ。結構極端な右ドッグだと思うんで。さあ、泣きの3ホールの1ホール目は、385ヤードのパー4です。長い。だがしかし、泣きの3ホール勝てばゆなちゃんが待ってる。こっち言ってるだけだからね。ゆなちゃん忙しいよ。ゆなちゃんが待ってる。お願いします。かあ、ナイス。ちょっと引っ張ったけど、いいフェードだよね。わあ、よしよし、ゆなちゃん待っててね。おお、いいラン出てるわ、最高。いやー、すごいな、檜山さん。負けられないよ。今日は絶好調だ。まあちょっと左傾斜なんで低く出るかなっていうのと、もろもろ計算して。お、前行け。ゴー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 。もっと行って。いやー、もうちょい。まあ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 。得意なアプローチで頑張ります。檜山さん何ヤードですか ？124。124？そう、ピッチングでちょっと手前に置いときたいですね。はい。ってことは ？124。300って。すごい。ちょっとミドックやから。いや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 。いやいや、そんな飛んでないよ。飛びすぎですよ。よし。褒められたらね、すごく舞い上がっちゃうからね。よし、行くよ。あかんの？うん。ゴーゴーゴー。ちょっと乗ってない？ほら。ああ、ちょっと置きに行き過ぎた。まあまあまあ、ちょっとライン出しっぽい感じ、ね。そうなんよね。ホームまでちょっと抜けちゃったな。いやー、ナイスですよ。まあまあ。十分。下からね。下からです。大丈夫大丈夫。オッケー。若干スライスするのかな。あ、フックしたわ。左曲がったでしょ。まあまあまあ、ちょっと僕はピッチングで、はい、転がしたいなと。うまい。ゴー。きた。うわ、いやー、うまーい。よし。檜山さん、ナイス、オッケーです。ありがとうございます。今ちょっとね、やっぱり鈴奈ちゃんのやつが参考になったね。うまーい。よし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 。
いただきます。ナイスパーです。あざす。プレッシャーかけたよ。鬼のプレッシャーですよ。山さん、さっきから思ったより曲がってるんでね。平川カントリーのね、神様はね、檜山に微笑んでるんですよ。はるばる千葉までありがとう。よし。私千葉県出身なんですけどね。そうやんね。ちょっとそろそろ平川さんお願いします。若干スライスすると思うんだよね、こっからは。うまい。よし、うまい、しびれる。あ、ナイス。ありがとうございます。あ、プレッシャー強いね。いや、檜山さんにプレッシャー強いねって言われるの嬉しい。いや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 、やっぱあれを入れ替えすってなかなかね。よし、いや、すごいすごい、イブンイブン。よし、ナイス、ナイスパーです。ナイスパー。というわけで、泣きの3ホール1ホール目はイブン。イエーイ。ずっと最近背中が痛くて振りすぎやと思って、なるほど、この3日間でもうこの番組のために必死にマッサージして自分で。え同じようにね、私も昨日ストレッチ念入りにして同じようにやってるんですよ。あれ、でもね、そういう気持ちが嬉しいなと思って、このチャンネル出るためにしてきたよとか、ね、すごい嬉しいなって思って。どうですか、何ヤードくらいあります？200ちょうど。まあまあ上げてますよね。まあまあ上げてるね。フラッグは振ってないけど。じゃあ普通に打ちゃいいか。多分ちょうどいい気もします。ちょうどいいかもしれんね。よし、自分を信じて。外しても右やね。そうですね、左はどんどん行っちゃいそう。これは左がちょっとなんか奥行ったらもうえらいことになるね。うんうんうん。よし、うまい。これ完璧じゃないですか。どう、手前ぐらい。まあ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 、うん、右端、ね、ちょっと上がりすぎた分あれけど、よしよし、あそこでいいのよ ね、 素晴らしい。こね、なんとなくなんか外しても右っていう感じに思えたんで。素晴らしい。あれ絶好調だな、これ。あんなに止まるボールが打てるっていうのがかっこいいよね。高弾道でスピンも効いてるってことだから、さすが、パワーが違う。もう161。161奥やね、奥や。でかいかな、ウッド。じゃあ上げてるけど、どう？私のボール止まらないんで、やっぱりウッドだとちょっと低いもんね、弾道ね。そうなんですよ、ね、ただユーティリティだと届かない可能性あるんで、まあそれだったら9番でいきます。はい、これはいいかも。いいんじゃない。ちょっとゴーゴー、でもそこから転がれ。あ、いった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 、来た。やった。ちょっとね、でかいかなと思ったんで。バディチャンス、ありがとうございます。質問があるんですけど、うんうん、一緒にプレイしててうるさいですか？全然。あのね、俺めっちゃよく喋んの。知ってます。だからあの、あ、なんかあの競技出た時にあまりにもシーンとしすぎて、うん、なんかすごく緊張するの。いつも喋ってるからね。そうそうそう。なんかグリーン上でなんかパターン、みんなね、プロとかパターンするのに、もう本当にシーンとしたらボール握りしめて回ってたもん。落としたらあかんとか。なるほど。でもやっぱオープン競技だからまだワイワイしてる方ですって言われた。普段のツアーは、ツアー競技はもっとシーンとしてる。確かにアマチュアの試合、去年初めて出た時に目も合わないし、なんかすごいよ、3ホール目までは一言も喋れなかったです、ね、変な緊張感あるよね。そうなんですよ。あ、なんとか打てそうかな。ちょっと沈んでるけど、これは左に切れるラインですけども、残すのも左一回に残した方がいいな、うんうんうん、最後残りのパターン。あー弱い。いや、もっとツーっていくように見えるもん。あ、若干ここからスラが入る。あ、いや、むずい、複雑。
なんかどっちかに曲がる分かりやすいラインの方が好きなんだよな。とりあえず左カップいっぱい狙い。お、ナイスですね、うん、左カップいっぱいって言って、うん、保険かけて3カップも見て大丈夫大丈夫。いやもうちょっといけん。佐日山さんのパパット、はい、パパット、これもちょっと切れるな。カップ1個。平川カントリークラブの神様が微笑んでいる。これほんと入ったら本当にいいわ。ありえます。ありえるな。よし、うまい。惜しい。ちょっと押し出した。オッケーです。すいません、ありがとうございます。ということは入れればこれは外せない。お、強気ドカン。よし、まあ、それは入れるわね。ナイスパー。いやーでもやっぱりいいわ。やっとワンナップ。あのショットが良かったね。やっぱり。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。ナイスパー。これでも今のこのホールパー取るって価値あるね。ありますね。ね、あるある、この距離のワンナップ。ちょっとプレッシャーかけていたな。次取らないと負けですよ。なんか直角に右ドッグレックしてるイメージだね。バンカーこういうの240-50ぐらいいりますね。右のですか。右の。あ、そしたらこれドライバーでいいんかな。そうですね。さあ、檜山さん最終ホールです。最終ホールですね。ちょっともうこれ右ドッグレック、あの木の上を狙う気でいきます。はいはい。さまざまな物語がありました。ありましたな。平川の神様に恵まれバーディーもあり、そして泣きの3ホールではスズランちゃんに負けそうです。あ、なんかいいこと言ってへんな今。ジャンプジャンプジャンプ。よし、よし、き、あかん、ほら捕まったわ。やばい、これ突き抜ける。突き抜けないで。あー入っちゃった今。でも木のちょっと左サイドなんで、うん、抜けてるかもしれないです。前は。ただ泣きの3ホールはですね、別の勝負だから。お、前の勝負は忘れました。うん、よし、フェアウェイセンター狙い。あれ、すっごい天ぷらしてるけど、うん、でもでも全然ナイス天ぷら。オッケーオッケーオッケー。ナイス天ぷら。ナイス天ぷら、いいとこ。うん、ナイス天ぷら。あれちょっとなんかゴルフの神さんはほ、あのちょっとスズランちゃんの方に微笑み出した。微笑みかけてる私に。あれ、よし、ちょっとフォロってるけど8番アイアンで短く持っていこうかな。これも短いかも。なんかちょっとこうダウンブローに入ってもうこっからスッて伸びればいいんですけど、私の本当癖で緩んじゃう。最悪。アンプレやな。左打ち。あ、あ、これでいけるな。僕ちょっと出すだけですね。8番アイアンで出します。ヘアメまで行って、くあ、ナイスアウトですよ。アプローチ勝負。だってすごいとこから打ってましたよね。アプローチ勝負よ。奥行きたくないな、あれなんか。
あかん、弱い弱い、あー惜しい。これ一番やったあかんこと。あー奥に行きたくないっていう気持ちが、ちょっとフックラインですかね。いいわ、いいよ。おー、いやー入れ、いいよいいよいいよ、いや、いいラインだったな。よしよし、あー、あれは入れるから、入れるよ。こう、いやでもちょっと食われたからね、若干ラフ分ですね。そうやね。よし、カップ打ち、まっすぐでもいいかな。よし、うまい。おし、うまい。プレッシャーかけたよ。ナイス、はい、ナイスです。ありがとうございます。どうも、うまい。さあ、自分に勝ってよ。自分に勝つ今日の自分に勝つ。大丈夫、パター大好きだし。そうやね、ずっと入れてるからね。よし、ナイス、ナイスパー。ありがとうございます。ウェイ、よし、オーケー。というわけで、ありがとうございました。泣きの3ホールはスズランちゃんの勝ちありがとうございます。いや、もう今のは素晴らしい。ちょっとこの3ホールは乾杯認めます。いやでも ね、それまでの7ホールは本当にプロ顔負けのショットで、はい、本当にかっこよかったです。ありがとう。というわけで泣きの3ホール勝ったので西村ゆなちゃん、よろしくお願いします。ちょっとアプローチしておきますね。はい、では皆さんまたある日まで。